おはようございます。今日はですね、10月の28日土曜日の朝です。うん、皆さん元気にお過ごしでしょうか、えー。今日の EP 版紹介は、キャロルのセカンドシングル、ヘイ、hey, タクシー ですね、でこのですねまずあのジャケット写真なんですが愛原誠が写っておりますえー、岡崎優が警察沙汰の事件を起こしまして、えー、でですね、まあ、代役として ドラムをたたいていたということですねであの相原誠はですね2020年に、えー、亡くなりました、えー、亡くなったのがですね4月の13日実はこの相原誠の命日 キャロルが燃え尽きた日でもあります、まあ、キャロルの解散日ですね。であのー、亡くなったのがですね69歳です。ロックですよ。ね、まあもちろんまだまだ長生きしてほしかったですけども亡くなったのが4月13日。 そして69歳。なんかこう、ね。ロック、そしてキャロルとの深いつながりをですね、感じます。で、まあ、当時ですね、ジョニー・大倉宇ラ、内海・俊勝、この二人はですね、 もう相原誠がキャロルの正式なドラマーとしてという考えはあったみたいですが岡崎優がですねその警察沙汰の、まあ、事件といいますかねそこから解放された時にまあ A ちゃんのやっぱ強い思いで岡崎優が復帰したと いうことらしいですね。まあその辺のことが、ええー、まあジョニー・オークラのですね、キャロル夜明け前にもちらっと書いてましたね。ええー、でまあ、ジャケット写真に、まあルイジアンナの時のようなバックショットではなく、ね、ええー、やっぱちゃんと撮ろうよと。 まあ言ったのもまあジョニー・オークラらしいんですけども。まああの、ヘイタクシー。ね、えー、ジャケット、ちゃんとね、映っております。えー、で、ちなみにこれですね、デビューアルバム、ルイジーアンナ、ね、ファーストアルバムとですね、同じジャケット写真です。アルバムの方は、 背景黒なんですけども。ということでちょっとまず「イ、えー hey, タクシー作詞は「ジョニー・オークラ」この歌詞がですねもう半分以上英語ですよね。 リリースは1973年の1月ですがまあ当時としては画期的な詩ですよ。あのー、まあ今もそうかもしれませんが歌はですね歌詞は日本語か外国の曲なら英語で全部歌うと。 いううこととだったと思うんですが当時73年ジョニー・オークラの書いた詩がほぼ英語とボーカルもですねジョニー・オークラですで最初の「ヘ、hey, イタクシー」っていうのがあるんですけどねそこは A ちゃんですあとはジョニー・オークラが「 ボーカルをとっていますここでタクシー探し早く彼女にほうみたい、ね、こういう出だしでね始まるんですけども B 面が恋の救急車えー、アマチュア時代に「リブヤングというテレビ番組に出て ミッキー・カーチスからプロとしてデビューしないかと、プロデュースをさせてほしいっていう連絡があるんですが、その後ですね、A ちゃんが家に帰って、ミッキーさんもプロデュースでデビューするぞってね、当時の奥さんに話したみたいで、よし、ミッキーさんに曲を書こうと。 で書いたのがこの曲みたいですまあその辺のこともですね A ちゃんの成り上がりにちらっとね出てきてますがえー、ねこういうの救急車まあミディアム調のねえー、曲ですけどもえー で、ですね。あのー、まあ、最近亡くなった人のね。話をまあ。してるんですが。先日ですね。モンタ義則さんがお亡くなりにね。なりました。まあ、a ちゃんとどんな関係があるんだよということなんですが。あの、モンタ義則はですね。西城秀樹に。 ギャランドゥーという曲を提供しまして大ヒットしましたレコード大賞も取ったんですが実はその西城秀樹セクシーキャット恋の列車はリバプール発をカバーしております、えー、ライブでですね歌ってました、まあ、西城秀樹も広島出身ということで えいちゃんに対するリスペクトがあったんでしょう。で、あの、セクシーキャットを恋の列車はリバプール発西城秀樹のサブスクではなく、YouTube で聞くことができます。かなりパワフルですよ。まあ、興味ある方はね、ぜひ YouTube で、西城秀樹バージョンのセクシーキャット、そして、 恋の列車はリバプール発お聞きになってはいかがでしょうかではですね恒例の中身の方ですねちょっとえー、フィリップスです 相原誠ですえー、岡崎優が戻ってきて相原誠はですねダウンタウンンンタブギーバンドへ行きますちょっと噛んじゃいましたけどね、えー、ダウンタウンブギウギーバンドにドラマーとして行きますで晩年はですね新宿でですねスモーキーブギーっていうライブハウスをねやってたみたいですけども。 で、今日もありますよ矢沢クラブからいただきましたチャームでございますまだチェーンはついておりませんいよいよ始まりますねええちゃんのツアー私はね武道館が外れて残念ですけどでもまあ大阪ジャオホールはね 参戦しますで,で。今日はですねあのー、ホテルからお送りしております。ダダダダダとこんなね感じでホテルであのー、一泊しましたが、今日はまた大阪ヤオンでババ年秀のライブです。 えー「スタートライン」とかね「ボーイズ・オン・ザ・ラン」有名な曲ねいい曲ありますけどもえー、まあちょっとね仕事がきつくて肉体的にも精神的にもちょっとね崩壊しそうな時に馬場利秀の歌にもね随分助けられましたよ。 ねえということで今日はね大阪の夜音に参戦です相原誠かっこいいですよねキャロルですそれでは皆さんまた来週ねお会いしましょう 実は来週もホテルからですまあね毎週毎週何やってんだよって感じですけどねロックンロールでは皆さんもうすぐ3連休ですよ元気に頑張りましょうさようなら